そしたら続きやっていきましょう。今回は、ストーリーマップの埋めてない部分を埋めていきたいと思います。まずは赤い宝石と青い宝石の選択で、前回は赤い宝石を選んだので、今回は青い宝石のルートをやっていきたいと思います。やっぱり拓郎は青い色とか好きだと思うんだよね。赤色も好きそうな顔はしてるけど、やっぱりミカちゃん赤い宝石似合いそうだし、拓郎に赤い宝石あげた方がいいんじゃない？やっぱり青がいいか。私、あ、そうだったんだ。赤好きだしちょうどよかったわ。え、だったら最初から、あ、そっか、でもね、やっぱ人の意見って聞きたくなっちゃうよね。うん、ありがとう。早速拓郎に私に行ってくる。結局これ渡せないんだよね。わ、この渡す途中で襲われちゃったってことだもんな。夜も更け。このさ、宝石をくれた男の子っていうのは誰だったんだろうね。この村に男の子なんていたっけ？あの虫捕り少年か。おや、皆さんどこへ行ってしまったのでしょう。いなくなっちゃったね。で、青い宝石を落とすってことは、拓郎が落としたってことだもんね。じゃ、拓郎が多分、そのなんか宝石を投げて、青鬼を威嚇してる間に3人で逃げたって感じなのかな。ミカちゃんの涙目だったろうな。私のプレゼントかよくやったぞ、ちょっと、それでさえ。ありがとうございます。で、どこに落ちてんだっけ？あ、それか。おや、こんなところで寝てしまっていたとは。それになんだか様子がおかしい。ここで落としたってことは、ここで乱闘があったってことでしょ？ヒロシはどうして助かったんだろうね。青い宝石。グラフィックも色が違うだけだね。ミカが拓郎に渡すと言っていた青い宝石ですね。一応拾っておきましょう。青い宝石か。タイトルが青鬼っていうぐらいだからね。青い宝石の方がなんか、ルート的には正しいような気もしないでもないけれど。やっぱり左側に続いてたね。でもさ、これさ、右側赤い宝石にした場合でも、左側攻略したじゃん。ってことは、同じなんじゃないの？どうなんだろうね。一応はめてみる？アイテムで、青い宝石をはめる。祠に青い宝石をお供えした。扉が開いたようですね。中に入ってみましょう。これは、前回だと右側のクリアしたら自動的に開いたよね。じゃあ同じなのかな？これはエマは？たくさんの絵馬がかかっている。いろんなお願い事が書いてありますね。おや？この絵馬、の、裏に何か書いてありますね。祠に、ああ、やっぱり色が変わってるだけか。じゃあ、この先もストーリー一緒ってこと？誰かいませんか？返事はないですね。ここには誰もいない。うん、セリフも一緒だもんね。ああ、じゃあ、宝石選択ってほぼ意味ないと考えていいのかな？どうなんだろう。もしかしたら、進めたらストーリー変わってるかもしれないから、進んでみよう。まさかストーリー変わらないとは思わなかったわ。じゃあ、ミカちゃん行ってみようか。ミカちゃん！穴の中から誰かの声が聞こえる。入りますか？入りますよ。どっち飲ませようかな、赤い液体と青い液体。赤い方が発狂するんだっけ？で、青い方が鎮静化するんだっけ？逆だっけ？ミカ？ミカですか？なぜ後ろを向いてるんですか？無事だったのね？大丈夫？ミカちゃん？ミカ、何ですかその笑いは。流行りませんよ。あ、狂ってる。ね、飲ませらんないの。ミカどうしちゃったの。ウケる。とりあえず追いかけてみましょう。マジかよ。せっかくどっち飲ませようかなってすごい楽しみにしてたのに見当たらないわね。どこ行っちゃったのかしら。あのミカの様子、ただごとではありませんでした。きっとあの化け物の何かにやられて、正気を失ってしまったのでしょう。くそ。何か薬で、ああ、持ってるんだけどな。試してみようぜ、赤か青。ぶっかけるでもいいからさ。じゃあこれでもう助けられないってことなの？他のみんなを探しに行きましょう。まだ間に合うかもしれない。諦めんなって、もしかしたらまだ助かるかもしれないのに。もう見捨ててんじゃねえかよ、お前。ヒロインは去ったから、私がヒロインよ。そうですね。急ぎましょう。マジ？ちょっとあれ見てみようよ。一回セーブしないと見れないか。やっぱり助けることができなかったになってるよ。なんで諦めんだよ。追いかければもしかしたら治る手段があったかもしれないのに。早すぎるよ、結論が。で、青い宝石を選んだ方は西側を開けて東側に入っただけだからね。で、この宝石のルートは関係なかったと。じゃあ、拓郎もさ、ミカちゃんが助けられなかったってことはさ、自動的に拓郎も助けられないってことなんじゃない？だよね。じゃ、これは OK と。で、あと、たけしね。たけしは、時間経過で、縄を切らなかったらおそらく青鬼に襲われちゃうとかいうやつだと思うから、時間経過で読めなかった日記とか、ゆっくり読んでみようか。
たけしが助けてくれって叫んでる中、優雅にティータイムを楽しみながらちょっと日記読んでみましょうか。ヘロシ、たけし大丈夫か？たけし今助けるからな。早く助けてくれ。早くしないと、奴らに。カタ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 。ガタ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 、いつもより多めに震えております。待ってるよタケシ、今助けるからな。西の山の生贄にタケシが選ばれたんだわ。急ぎましょう。生贄か、残り34秒ってかなり短いよね。枯れた木の幹に2本の線が上と下に掘られている。なんだろう。お母さん X、 僕丸。背比べかな、かわいいね。背比べの後、あ、時間経過してない。これ文章読んでる間は時間経過しないのかな。最近よ、急ぎましょう。くだらないですね、本当に。なるほどね。あ、じゃあゆっくり読んでもよかったんだね。でもさ、こういう状況になったら普通さ、ね、罠だって思って早く読まなきゃってなっちゃうよね。作業員の日記4。今日の弁当は母ちゃんのうめえ卵焼きが入ってた。めちゃめちゃうまかった。明日は俺の好きなあれが入ってるから、なんだろう、唐揚げかな。卵焼き美味しいよね。僕の好きな弁当のおかずは、なんだろう、ハンバーグかな。気になるね。空白のページが多い。ためにためて好きな食べ物を言いたかったんだろうね。てん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 、俺の好きなおかずはハンバーグと。引っ張るもんでもないんだけどな。楽しそうで何よりですよ。実に時間の無駄でしたね。時間は過ぎてないけどね。この間 0.0000001 秒みたいな、そんな感覚なのかな。さて右側行って、これだよね。レバー凍ってない、 OK ですと。余裕じゃないですか。で、ここの日記、これもあったよね。これも読んでおこうか。母の日記3。かわいいかわいい、私の息子。この村に嫁いできた時は、村の風習やら何やらで戸惑うことばかりだと。お母ちゃん、じゃあ嫁いできたんだ。それなのに受け入れたの、自分の死を。あなたが生まれて私の人生は変わった。生まれてすぐのあなたを抱き上げて、あなたの重みをこの腕に感じて、愛おしく思った。そっか、やっぱり母は強しなんだね。このためなら命を投げ出すことも厭わないと。あ、私はこの子と出会うために、この子のためにここに来たんだって。あなたと出会って私は幸せになれたのよ。ありがとう。そうだ、あなたが初めて喋った言葉覚えてる？うん、覚えてない。覚えてるやつがいたら呼んでほしいよ。この世にいるの、そんなやつ。だって小さかったものね。でも私ははっきり覚えているわよ。パパでもママでもなく、なんて言ったと思う？まさかね、あんなこと言うなんて思いもしなかったわ。え、なんだろう？今日の飯まだ？とか、そのこと？え、なんだって？早く教えろ。どうしよっかな？教えてほしい？日記なんじゃないの、これ。なんで語り口調なんだよ。青神様！ゾワッとする。そう言ったの。ちょっとびっくりしちゃったけど、その時からあなたは覚醒する運命だったのかもしれないわね。はぁ。お母さんからの最後のお誕生日プレゼント、喜んでくれるといいんだけど。そのプレゼントが自分の命だったってことは、きっと私はあなたの喜んでいる姿を見ることはできないわよね。ちょっと残念。かわいいかわいい私の息子、最高のお誕生日になるようにお母さん見守ってるからね。ここで途絶えて、そんな人気がなぜこんなところに。こんな雪降ってんのにちゃんと読めるぐらい乾燥したままなんだ。すごいガッチリしたノートだったんだ。ああ、なるほどね。そっか、じゃあゆっくり読めばよかったね。他に読むものなかったっけ。たけし大丈夫？今行くから待っててね。時間残り、あ、こけちゃった。ずっこけ、ごめんね。あ、でよいしょ、どうなるの。え、なにこの、え、まぬけ。あ、う、う、あ、いただきます。あー、そんな後ろ姿、プリケツかわいい。たけし、ダメ、近づいたら私たちまで青い化け物に食べられちゃうわ。離してください。たけし、たけしがこんなに頑張って急いだのに。ひろしつー、あ、どうなの。あっ、きゃ、どうしたの。ちょっと、ちとぜ、大丈夫ですか。ちとぜいないんだけど、消えてるよ、透明になってるよ。うん、大丈夫。それよりさっきの揺れ、あ、ちとぜちゃんがこけたエフェクトじゃなかったの？何？は、待って。森の中に。嘘！まだ何かいる！え？何？あ、それで、この青鬼と別物だもんね、そういえば。で、こいつが出てくると。なんかこいつの方がラスボスっぽいの。あの間抜けなシーマンより。いやー、怖いよ。攻撃方法も一緒だしね。こっちの方がなんか太いし。あいつなんかうにょうにょってしてたけど、細かったじゃん。
かこいつの攻撃の方が強力な感じする。はん。てん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 。たけし。私はヒロシです。ごめんなさい。ごめん。ごめんなさい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 。じゃあ行こっか、ヒロシ。所詮のせいではありません。でも、私が群れに、群れにじゃない、群れだ、村に連れてこなきゃ。どこの民族だよ。群れに連れて。じゃあごめんね、自分、村に連れてこなければ。先を急ぎましょう。これ以上犠牲者を出さないために、あと一人です、ターゲットは。ヒロシ、これちゃう。タケシの死を無駄にしてはいけません。行きましょう。うん。ああ、なるほど。これで救えなかったと。じゃあ、あと、拓郎だけが。拓郎はもう安心だよね。ミカちゃんが。やってくれるだろうし。一刻も早く、他のみんなを助けに行かないといけませんね。そうね。次の一席を決めましょう。気分ね、変えることが大事。そうだね。じゃあ、墓地行こう。頑張ろう。さあ、ここからだね。やったのか？とりあえず、やったのは、いなくなった。いや、どうなるんだろう。でもまた、すぐ来るかもしれないわ。早くここを出ましょう。だからこっちに来なさい。そうですね。とりあえず南門を調べましょう。あ、こんな新規臭いところ。さっさと出ようぜ。そうだね。早く来て。タクロ、こっち来て。あーほらータクロ、後ろ、え、あ、うわ、来るなー、こ、あ、もう、流れるようにこけていく。くそ、足くじいたみてえだ。お前らだけでも。先に行け。そんなこと、できないわ。お前らも、食われるぞ。大丈夫大丈夫。会話の最中は動かないみたいだから。律儀に待ってくれてる青鬼くん優しい。あ、はい、ポンちゃん、にゃー、え、ポンちゃん、なんでポンちゃんがここに、ふにゃにゃにゃーん。タクロ、今です。あれ、これタクロ助かっちゃうんじゃない。お、おう、え、あ、あっち行ったわ。猫の方が好みだったの。ポンちゃん、危ない、にゃーん。入っちゃった。ポンちゃん。大丈夫です。ポンちゃんの足ならきっとうまく逃げ切るでしょ。お前はポンちゃんの何を知ってんだよ。いや、だといいけど。とりあえずここを脱出しましょう。でもどうやって脱出すんの？どうやって脱出したの君たち？ミカがいなかったらさ、抜け道わかんないでしょ？で、南門は鍵閉められてたじゃん。どうやって開けたんだろう。あ、なんとか大丈夫だ、歩け。じゃあ助、なるほど、じゃあポンちゃんに餌あげちゃうと、タクロウがこういう風に助かっちゃうのか。よかった、ではとりあえず、ごめんタクロウ。じゃあやり直すしかないか。ポンちゃんに餌をあげないで先へ進んだパターンだったら、誰も助ける人いないもんね、ミカもポンちゃんも。なるほど、そっかそっか。そうだよね、だってミカちゃん編を先にやらないとタクロウ編はクリアできないなんて言ったら結構積んじゃうじゃん。わかんないじゃん、普通は。ねえ。そっかそっか、そういう救済措置もあったってことか。そんな、一人じゃ危険だわ。怖いけどよ。俺一人に二人を付き合わせちゃったら、いや、他の奴らに申し訳ねえ。あ、こんなセリフもあるんだ。早く助けに。もう違うんだよ、タクロ。もう助けられなかったんだよ、二人は。わかりました。タクロ、くれぐれも気をつけて。なんでヒロシは言わねえんだよ、それを。なんで隠してんだよ。あ、また後でな。なんで嘘つきやがったんだよって、喧嘩の元になっちゃうじゃん。あ、タクロ。やっぱ足くじいてるからちょっとずつ歩いてる。そっか、足くじいたやつを一人で行かせるなんて、なんて鬼畜なんだ、この二人。私たちも次の場所へ向かいましょう。じゃ、とりあえず、ポンちゃんに餌をあげないで、ちょっとガリガリにさせてから、タクロ編、ちょっと進めたいと思います。今度こそ、タクロ頼むぜ。とりあえず南門を調べてみましょう。あ、こんな新規臭いところ、さっさと出ようぜ。うん、さあ、カモン。誰も助けてくれるやつはいないぜ。あとはくじけないことだけ。くじけなければお前は生き残れる。さあ来い。うわ、来るな。あ、まあ、ですよね。足くじいた、見てた。お前らだけでも、先に、行け。そんなこと、できないわよ。もう三度目なのよ。お前らも、食われるぞ。く。あ、ちょっと暗い。うわー、やめろ。あ、うわー。そのアングル好きだね。よし。早く逃げないと。私たちまで、どうやって逃げんの？閉まってんのに。それ気になってしょうがないんだけどな。ああ結局開いたんだ。ヒロシ、大丈夫？大丈夫なわけありませんよ。あ、A なんだ。めっちゃ平気そうじゃねえか、ヒロシ。千歳は？私は、全然大丈夫。はあ、行きましょう。
まだ助けられ、られていない仲間がいます。誰のこと言ってるの？まだミカちゃんワンチャンあるかなって考えてる？うん、そうね。はあ、で、これ全員救えなかったとどうなるんだろう。さ、あれ？一人しかいない。おや？千歳じゃ、あ、そっか、三人分の犠牲者がもう足りてるから、三人いなくなってんだ、モブキャラが。それでちょうど100人にしようって、コンタン？お姉ちゃんは、どこ？お前の姉は、青神様に仕える身として、一足先に青神様の、ここら辺は同じだね。じゃあ、村人全員が死んだわけではないわけだよね。何人かは生き残りがいると。でも、ほぼ壊滅状態なわけだからね。それなのに、まあ良い。我々でちょうど99人じゃ。律儀に数えてたんだね。こやつらで大祭儀は無事取り行われるであろう。我々もそろそろ行こうかな。でもこの2人で99人だったら、ヒロシか千歳ちゃんどっちか亡くなればいいってことでしょ。どっちかを犠牲にすれば片方は生きられるじゃないか。ああ、なるほど。わあ、で、これ多分最後変わると思うんだよな。で、一応千歳ちゃんを、助けないルートと助けるルート、両方試してみたいと思います。どっちかがおそらく最後のエンディングになるんじゃないかなと思うんで。お姉ちゃん、助けられなくて、ごめんね。千歳ちゃんも助けられなくてごめんね。はあ、どうなるんだろう。千歳。これで無我夢中に走って、ちゃんと家に帰るのかな。バス停という名じゃない。本当の家に。ああ、どんどんして。お前、千歳ちゃんでちょうど100人なんだからさ、儀式は終わったんじゃないの？ああ、言っちゃった。我々でちょうど99人。ヒロシ合わせたら101人。タケノコかわいい。ダメなのかな。目の前にいたやつを全部食わないと納得できません。あの後無我夢中で走り続けて、気づいたら家に着いていました。噂によると、あの村の一帯は山が崩れ、閉鎖されたようです。あの村での私の選択は、本当に正しかったのでしょうか。正しかったらみんな生きてたよ。バツガツバツ日、ヒロシ。あ、全員な、ゲームクリア。一応クリアっていうことにはなるんだね。なんとかバス停に着きましたが、あれ？特殊召喚されないの3人は。あとはこの道をたどって戻るだけですね。でも歩くの疲れるからバスを待ちましょう。皆さん、助けられず、すみません。どうして、こんなことに。ごめんね、恋にやっちゃって。早く逃げないと、巨大な青い化け物がここまで来てしまうかもしれませんね。みんなの犠牲を無駄にしないためにも、今すぐ逃げなくては。この後警察にものすごい事情聴取されて。ああまさかのたけし、ああたくよかっこよく並んで、なんで左から来たの？上から来なきゃおかしくない？3人並んで、なんでフォーメーション作ってんだよ。インペリアルクロスでも作んの？あの後、私は巨大な青い化け物から、なんとか逃げ切ることができたんだ。さすがですよ。その後、私はいつも通りの日常に戻ることができましたが、どうすればみんなを救うことができたのか、みんなのいない日常の中で私は考えてしまうのです。3人も亡くなったのに日常を取り戻せたんだ。すげえメンタル強えな。みんな死んじゃった。これが3つ目のエンディングってことでいいんですかね。見てみる。ストーリーマップで、で、あ、ノーマルエンドになってる。じゃあこれで全部見れたってことなのかな。とりあえずお守りを手に入れて、千歳ちゃんが生きてたらどうなるかエンドも見てみたいよね。3つ見たから変わり映えしないかもしれないけど、一応試してみよう。あ、え、どうやら何もないようですね。ごめんなさい、そうみたいね。いえ、ここ、あ、じゃあみんなが死んじゃってたらお守りが出てこないってこと？どういう理屈なんだろう。いえ、ここには何もなそうですし、先に進みましょうか。そうね、急ぎましょう。なんだろう。死んじゃってたら。じゃあ、拓郎編とか、ミカちゃん編とか、たけし編、今回もあるじゃん。で、3人が生きてたからこそ、ここにお守りが埋まってたことになるストーリーが出てくるんじゃない、きっと。はぁ、なるほどね。シャベル捨ててるし。何もなかったから捨てましょう。なんでここにあることを知ってる前提じゃねえかよ。他にも掘ってみたい場所あるからってことで持ってないの？なんでアイテム捨てちゃうんだろうね。あー、なるほど。じゃ、どっちにしても全員を救わないと、あの3人を救わないと千歳ちゃんは救えないってことなんだ。
はい、というわけで広し編見事クリアすることができました。進捗率も 100% オールコンプリートですね。まあストーリー的に分かれる部分は赤い宝石や青い宝石ぐらいで、大筋もほぼ変わらなかったんで、まあ一本道と言っても過言ではないのかな。うん、 OK っす。で、先ほど話した通り、たけし編、みかちゃん編、たくろ編もカミングスーンということで、まあ、すぐには来ないでしょうけど、ちょっと期間を空けて、アップデートで追加ストーリーも加わると思いますんで、そちらもやってみたいと思います。で、今回は、全員死亡エンドプラス、ポンちゃん編もやってみたいと思います。このポンちゃん編っていうのは、青鬼オンラインという、まあ、青鬼 X とは違うアプリなんですけれど、青鬼、オンラインというゲームで、なんか100人で対戦するんだよね。で、その100人対戦した中で1位を取ると、追加される隠しストーリーです。ストーリー中では一応助けてくれたポンちゃんなんですけれど、そのポンちゃんは一体どんな動きをしていたのかが多分見れるんじゃないかなと思います。こちらもやってみましょう。始めるでお願いします。お、これはタクロじゃないよね。タクロっぽいけど、これは一匹の猫の日常を描いた小さな物語で、あ、じゃあ怖くない感じなのかな。ポンちゃん編。ポンちゃん、ポンちゃん操れんの？みゅー。ん？どうしたんだい？ポンちゃん。ああ、ポンちゃんは村人全員に愛されてたんだね。みゅー。みゅー。もしかしてお腹が空いたのか。さっきご飯食べたばっかりだろ。足りないなり。みゅー。みゅー。ダメダメ。夜まで我慢しような。デブネコになっちゃうぞ。確かにね、デブネコ可愛いんだけどね、健康的なことを考えるとやっぱり、ね、食事制限は大事だよね。そんな顔してもダメなものはダメ。我慢我慢。ポンちゃん完全に言葉喋れて、言葉理解してんじゃん。この前も台所に忍び込んで勝手に餌を食べてたからな。気をつけないと、高いところに置かないとね。まあ、猫の場合高いところに置いてても取っちゃいそうだけど。みゃみゃ。あ、こら、ポンちゃん、また勝手に餌を取ったら怒るからな。怒るだけで本当は許してくれるんでしょ。でもまあ、餌の隠し場所を変えたから大丈夫か。てんてんてん。了解。理解、把握。なるほどね。餌の場所隠した、変えたって言ったけど、どこなんだろう。さすがこんなとこないかな。なんで入り口塞いでんだろう、この二人は。ちょっと通りたいんですけど。あら、ポンちゃん、今日も、あ、よく言われます。ありがとうございます。ドライバーを借りに来たんだけど、なくしちゃったんだって。ダメな。ご主人様ね。そうだったんだ。じゃあなんで入り口にいるの？みぇー。ん？ポンちゃん探してきてくれるの？そんなわけ、ないか。ああ、どうしようかな。まずはそこどこよ。まずはこいつに話しかけることから始めようよ。そんなところに立ってたらドライバー見つかるもんも見つかんないよ。ポンちゃん、こんにちは。今お昼なんだ。こんにちは。どうしたの？なんかそうなの。あのご主人様がね、虐待してるの、餌くれなくて。みゃっみゃっ。ごめんね。ご飯あげたいけど、勝手にあげるとご主人に怒られちゃうから。こっそりあげてよ。たまにはいいじゃん。みゃっ。ご主人、怒るとちょっと怖いのよね。ごめんね。ポンちゃん、そうなんだ。嫌われてるんだね。あ、なに？幹が太くてかじれそうにない。どういうこと？なんでかじるという発想になるの？あ、そっか。なんだろうね。毛づくろいというか。ストレス発散にガリガリするのかな、猫ちゃんも。猫ちゃんの生態ちょっとよくわからないけど。上の階は？あ、いけた。わあ、畳がボロボロになりそうだね、爪で。この壺の中とかに入ってない？入ってなさそうかな？ないね。電話があって。あ、この引き出しの中とか？あれ、ないよ。餌の隠し場所、どこだろう？襖の中とかっていうわけでもなさそうだし。お、てんてんてん。とってもかじりやすそうな木だ。変わんないと思うんだけど、周りと。あ、でもちょっとちっちゃいのかな。遠近法で小さく見えるだけだからじゃないの。みえ。カチッカチッ。さすがにこんなちっちゃい体でさ、いくら細い幹だって折れるわけないよね。お腹が減っているので木の幹をかじってみた。紛らわすためってことか。てんてんてん。歯磨き代わりにもなるしね。美味しくはなかった。まあ、それさっさにはなったんじゃない？あ、怒られちゃうんじゃない？これ。こら！ポンちゃん！そんなもの、かじらない！怒られちゃった。それだけなの。でも、あいつ場所どいたから、あいつ、こいつの裏にいるとかなんじゃない？これこれ。このボールの中。これは？机の下に何かある。やった、ドライバーだ！なんでこんなところに？2個手に入れた。あれおかしいな。無限ループって怖くね？あれ、ドライバー何本も湧き出てくるんだけど、どういう仕組みなの？これで一攫千金狙おうぜ。どうなってんだよ。あれ、ポンちゃんの姿がない。レベルとかも表示されないの？アイテムは？ドライバー。あ、でもかける1なんだ。おかしいな。4つぐらい手に入れたと思ったんだけど、気のせいだったのかな。ドライバー渡します。あら、ポンちゃん今日も可愛いわね。うん。あ、渡したいんだけど。みゃ！ん？ポンちゃんさ、あ、そう、探してきたの。アイテム使わなきゃいけないんだ。じゃ、ドライバーで。はい。
プラスだけど大丈夫？あら、ドライバーじゃない、ポンちゃんが持ってきてくれたの。そうなの、ご主人様が隠してたよ。偉いわね、ありがとう。どういたしまして。ご褒美にキャットフードの。あ、ありがとう。なんで知ってんだよお前。何、ご主人とそういう関係なの？え、大丈夫？ご主人に怒る。大丈夫大丈夫、あいつはね、最終的には許してくれるから大丈夫だって、人間の言葉なんかわからないだろうし。だったら教える意味もないんじゃ。冷静なツッコミやめてよ、ちょっとお前実況者になれよ。え、ん、何か言った？なんでもないよ。そう？みゃー。あ、ごめんごめん、ポンちゃん、どこにあるの？キャットフードはね、2階の掛け軸の裏。掛け軸の裏って壁じゃないの？え、何、収納スペースがあるの？掛け軸の裏って昔の忍者みたいな、昔のなんか忍者屋敷みたいな、そういう作りなのかな。なんて通じるわけないよね。よっと、じゃあキャットフード手に入れればいいのかな。ちょっと行ってみます。どこだこの掛け軸。細いね。掛け軸の裏を覗いた。あった、袋ごと。あ、こらー、ポンちゃん、姿が見えると思ったら餌見つけ。違うんです、あの女の子が教えてくれたの。みゃー、デブ猫になっちゃうから夜まで我慢しなさい。でも1日に食べる量は変わんないでしょ。だったら今食べてもいいじゃん。みゃー、こら待てー。え、あ、なんでその BGM 流れるんだよなんで恐怖映像じゃねえかよ。え、隠れる場所なんてないよ。入り口塞いでる女の子が消えてんのかな。でも時間経過で逃げられるとは思えないし、ちょっと行ってみるか。ポンちゃん頑張って、下行って。ほ、隠れる場所なかったらアウトだけど。どう、あ、いなくなってる。これで逃げられる。逃げてどこまで逃げんだこれ。配置変わってるかな。あ、虫取り、邪魔だよ虫取り少年。どうすんだこれ。ちょっと いけね。あ、終わった、お、終わった、終わった。なんでゲームオーバー。ポンちゃんはモブ鬼を名前作ってやる。ご主人様でいいじゃんそこは。なんでわざわざモブ鬼したの。え、ちょっと本編より難しいとかないよね。まあ、でもポンちゃんの解放条件がオンラインでの青逃げじゃん。青逃げはそこまで難しくはないけど、本編と比べたらそこそこの難易度なのかな。だから難しいとか。ちょっと何、もう新キャラもいるし、なんであのおっちゃんかっけえな。え、どっちだ？上か。ちょ、道がわかんねえよ。どこに進めばいいのこれ。神社。お姉さん、こんにちは。綺麗ですね。どっちだ？え？どこ？え？ハマってる！ハマって動けなくなった！もうえ、どこに向かえばいいのこれ。神社に向かうんじゃないの？岩があって、道がない。え、ちょっと、あー、なんだ、もう行けた。危ない、危ない、どこまで言わ、大好物のキャットフードを手に入れたポンちゃん。だが、ご主人様の元に戻ると怒られそうで怖いので、お散歩がてら、たどり着いた地下通路にそのまま、あ、そうだった、それに野良猫化したってこと？ポンちゃん編終わっちゃったよ。めっちゃあっさりだった。はぁ、プレイ時間4分だって。まあ、おまけモードだからね。そんな難しくはないんだろうけど、なるほどね。はい、というわけで、隠しイベント、隠しシナリオのポンちゃん編でした。じゃ、とりあえず、ヒロジ編とポンちゃん編をすべてクリアしたので、残るはヒカキンさん編ですかね。じゃ、次回はヒカキンさん編、プレイしていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。